新名神向川橋は、新名神高速道路宝塚北サービスエリア、神戸ジャンクション間に位置し、向川に架か,かる全長442.2メートルの道路橋である。兵庫県神戸市北区道場町行くのに所在する。形式は、PRC5 景観連続バタフライウェブエクストラドーズドラーメン橋である。新名神高速道路は、 既存の名神高速道路や中国自動車道と交通機能を分担し、渋滞緩和とダブルネットワーク化による信頼性向上を狙った高速道路である。高槻ジャンクションから神戸ジャンクションの区間は既存の高速道路より北側を通過している。このルート上で新名神向川橋は神戸市北区で向川を挟んで急峻な山間部にかけられることになった。 当初計画においては、向こう側は付近の河川改修が不十分であること、隣接する兵庫県道327号、霧畑道場線が冠水したこともあることから、河川管理者より川崎阻害率を5%以内とする条件を提示されたため、河川内に橋脚を設置せず最大島町200メートルの PRC5 景観連続エクストラドーズド、箱下田橋で渡過する予定であった。 コスト縮減を図るため、公共度材料を用いた条件で形式を再検討し、海底解説、河川管理施設と構造例に基づき高速自動車、国道橋の川崎阻害率の目安となる7%以内を満たす橋脚配置計画を立案した。この案は、向こう側に橋脚一機を設置し、最大島長100メートルの PRC5 景観、連続箱桁橋で、 川崎阻害率は6.9%となった。この案についてまず河川管理者に対し、川崎阻害率7%とした場合でも、不当流解析により、上流の水上昇の影響がないことを説明し、2006年12月から2008年5月まで、河川管理者との13回もの協議を経て2009年3月に、了承を得た。また、地元住民に対しても2回の協議で、 不当流解析の結果を説明し2010年7月に了承を得た。漁業共同組合に対しても、橋脚配置による河川を抱くへ防止策を講じることで2010年9月に了解を得た当初この橋は全長442メートル、最大士官100メートル、最大橋脚口81.2メートルの PC を警官連続ラーメン運べた橋として基本計画が実施され、 詳細設計と上部校と下部校の建設を一体として発注された。橋梁全体の耐震性工場と施工の省力化による合理的な急速施工を可能とすることを念頭に詳細設計を行った結果、ハーフプレキャスト部材を用いた橋脚の急速施工を採用するとともに上部校については、 東九州自動車道田久保川橋で採用されたバタフライウェブ箱桁構造を採用することになった。これにより、元橋は世界でも類を見ない新構造形式となるバタフライウェブエクストラドーズと箱桁橋となった。箱桁の側面の部分をウェブと呼ぶが、これを長径のコンクリートパネルとしたものがバタフライウェブである。バタフライウェブは高強度繊維コンクリートを使用し、 鉄筋を配置せずに PC 鋼材を入れたもので厚さは1 5 0ト、mm、ルと薄くすることができ軽量化に寄与した。バタフライウェブは工場で製作するプレキャスト部材で製作性と運搬時の寸法制約から高さは4ルに制約された。このことから橋の全体にわたって桁の高さは一定の4ルになりこの桁高さで主観1 0 0ルの橋を成立させる。 ためにバタフライウェーブの中東部を謝罪で補い合うするエクストラドーズド構造を採用することになった。また上下線を一体断面として建設し将来的に両側に拡幅できるようにするためにエクストラドーズドの謝罪は中央分離帯に配置することになった。バタフライウェーブの採用により思考ブロックの数を減らすことができたことから工程を短縮でき またバタフライウェブと桁高い一定、エクストラドーズ度形式の採用により、上部高は基本計画より約20%の重量低減となった。バタフライウェブの寸法また基本設計では、河川内に位置する第三橋脚のみ河川阻害率を考慮して、直径5メートルの円形中空断面とし、 これ以外の3つの橋脚は6.0メートルから6.5メートルの寸法の区形中空断面として計画されていた。橋脚口も第3橋脚が最も高く計画されており、この結果第3橋脚以外の合成が高くなり、最も橋脚口の低い第1橋脚に地震時の完成力が集中することが懸念された。そこで第3橋脚以外の3つの橋脚を、 直径5.5メートルの円形中空断面構造にすることで合成を低下させ、完成力を分散させることにした。一方、高強度コンクリートと高強度鉄筋を使うことにより体力を確保する設計とした。こうした詳細設計の結果、上部高下部高を合わせた橋の総重量は基本計画に比べて約35%軽減された。前述したように、 将来両側へ拡幅を予定している元橋では、エクストラドーズドの車材は中央に配置した一面釣りとした。これにより、首都幅は中央分離帯の幅である1.35メートル以内に制約されることになった。サドル方式でエクストラドーズド車材を支えることにすると、最大角度45度の時に許容される最小曲げ半径確保が困難であるため、 分離定着方式を採用することになり、従来からの広角等による中空構造の分離定着方式では、この制限幅の中では十分な内空幅を確保できなかった。そこで一枚後半と二本のコンクリート柱からなる新しい手刀構造を開発した。コンクリート柱は延直方向の力のみを、後半は水平方向の力のみを分担して支持する構造となっている。 また外側に露出する後半や、謝罪定着体は、アルミニウムマグネシウム合金用車により、防錆を図っている。首都の構造と、寸法最終的な橋の長さは442.2メートル、景観は71.8メートル、100メートルの3、景観、67.8メートルの組み合わせである。福音は、 暫定4車線時で21.5メートルで、将来的に6車線に増設する際には、主下下の両外側にストラットを設置して張り出し、床板を片側約5.6メートル拡幅することで、全幅32.5メートルとなる。平面線形は半径2000メートルのカーブとなっており、銃弾勾配は1.101%、また上り線側から、 下り線側へ5%で下る横断勾配を付けられている。元橋は暫定4車線時には設計速度 100km 前時の第一種第二級 B 規格、完成6車線時には設計速度 120km 前時の第一種第一級 B 規格である新名神向川橋の一般図新名神向川橋の桁の断面図、箱桁の側面部がウェブで この部分にバタフライウェブを採用した2011年4月から2012年3月までの1年をかけた詳細設計があり、それと並行して2011年4月から現場で施行が開始された。橋脚はいずれも硬質な岩盤に支持された構造で、大口径心石づくい及び直接基礎形式を採用した。第三橋脚は川の中に設置される。 直接基礎形式の橋脚で高さも最も高い81.2メートルある。その施工にあたっては川の中に大型土納で締め切り包みを構築して止水し、滑水器の間に完了しなければならないという制約があった。全体工期が厳しかったことから可能な限り工期を短縮する必要があり、そのためには時間を要する岩盤掘削作,作業を減らす必要があった。 基礎部分は長さと幅が14メートルで高さが5メートルの鉄筋コンクリートとして設計されておりこれは第三橋脚の上から桁を張り出して仮設する途中に直接基礎の部分が最も不安定となる計算であることからこの時点で地震が発生した際の強度を考慮したものである地震時の安定性を向上させるには基礎を大きくする必要があるが 一方で、岩盤掘削作業を減らすためには基礎を小さくする必要がある。そこで、一般的には直接基礎の周囲に足場を構築できるだけのスペースを確保して、そこから斜めの乗り面を構築するのに対し、本橋脚では掘削形状を変更して高さ5メートルの直接基礎のうち4メートルまでが岩盤の中に埋没するような形状を採用した。これにより、 直接基礎の側面が岩盤と密着することになるため、地震時の活動や転倒に対して抵抗する力が働くことで地震時安定性が向上する。直接基礎側面に当たる岩盤は延長に掘削することになるため、肌落ちを防止するために吹き付けコンクリートを施行した。こうした形状変更により、掘削量は標準で3583平方メートルであった。 物が2695平方メートルと25%削減でき、その他埋め戻しの作業量は45%削減、型枠の必要量は80%削減、足場については全く不要となるなど大きな省力化とコスト削減が可能となった。橋脚基礎に対する標準的な屈削断面と採用された改良断面、元橋の橋脚は、 高さが50メートルから80メートルに達する高いものであったため、省力化して急速試行をすることを目的として、ハーフプレキャスト部材を用いた試行法であるスパー、工法を採用した。現場での背筋作業を削減することが目的で、耐鉄筋と中間大鉄筋を事前に工場でハーフプレキャスト部材に内蔵するようにした。 ハーフプレキャスト部材は高さ2.0メートル、重量約10から11トンの半円形のもので、滋賀県の工場に置いて製作して現場に運び込んだ。まず足場を組み立て、主鉄筋を組み立てた後、半円形のハーフプレキャスト部材を2個組み合わせて、円形にしたものを、クレーンで吊り上げて、主鉄筋を内側に通すように設置する。 ハーフプレキャスト部材の設置を3回繰り返して高さ6メートルになると、型枠を設置して、ポンプで中詰めコンクリートを流し込む。さらにハーフプレキャスト部材設置を3回繰り返して、型枠設置と中詰めコンクリートの充填を行う、合計高さ12メートルの指向位置サイクルとして、橋脚の建設を進めた。大鉄筋の組み立ても、現場で行う従来工法であれば、 1>, 1サイクルに対して実動23日を必要としたのに対し、スパー広報では実動12日とほぼ2倍の速度で施行することができた。橋脚の建設ステップ1サイクル分橋脚の上部で橋桁を支えている中等部は直径5メートルから5.5メートルの橋脚の上部で幅24メートルに及ぶ橋桁が張り出す構造になっている。一般的に 中東部を施工するときに用いられる、四歩行方式では、長さが15メートルを超えるブラケットを放射状に配置する大規模なものとなり、仮設費の増大と高所での安全性が問題になった。そこで、橋脚直上部のみ、ブラケット四歩行で支えて、場所打ちコンクリートを施工した後、プレキャストセグメントを用いて、橋軸直角方向へ張り出していき、 そのセグメントを型枠四方向の代わりにして上部の場所打ちコンクリートを施行した。これによりブラケット四方向を当初の3分の1の規模に収めることができた。シュゲタは移動作業者により施行した。この移動作業者の体に能力により張り出し施工のブロック長が決定されるが当初の基本計画の設計では橋脚中東部付近では桁高と部材圧が大きくなるため、 一ブロックが3メートル程度、四間部で4メートル程度になるとされた。しかしバタフライウェブ箱桁構造を採用したことで、桁重量が軽減されたことから、張り出し試行のブロック長は6メートルを採用することができた。これにより、基本計各時に101ブロックに分けて施行する予定であった橋桁を54ブロックと、ほぼ半減することができた。 さらに、箱駄のウェブ部分は、思考が煩雑となるが、工場製作のバタフライウェブを採用したことで、省力化を図ることができた。こうした、様々な省力化手法を採用して、後期の縮減を行った。橋脚については、4つの橋脚合計で、思考日数が約500日であったが、従来広報であった場合は、約1000日であったと見込まれた。 また橋桁については、ブロック長が6メートルと長くなったために1ブロックの試行日数は長くなって25日かかり、54ブロックに合計1350日を要したが、従来広報であった場合は1ブロックに16日を要し、101ブロックに合計1616 16日を要することになることから、ほぼ250日に及ぶ縮減となった。 もっとも移動作業者や作業チームの数や、その転用の関係から、工事完了がこの日数分早くなったわけではないが、延べ作業員数を縮減することができて生産性の向上となった。新名神向川橋は、2017年2月に、竣工した。2018年3月18日、新名神高速道路川西インターチェンジ。 神戸ジャンクション館の開通とともに供用開始された。新名神向川橋は2016年度土木学会田中賞とプレストレストコンクリート工学会賞を受賞した。また国際構造工学会作品賞の優秀賞を2019年に受賞した。これは日本の道路橋としては初の受賞であった。ありがとうございます。